株式会社アイナックシステム稲和重則です。主な事業はファクトリーオートメーションのハードウェア設計、納入試運転まで行う事業を行っています。近年では自動収穫ロボットの開発に注力しています。私は福岡県のいちごの生産農家の次男坊として生まれました。でその日々のこのいちごに関わる仕事が非常に多くて、いちごの自動化ができないかなというのを相談いつも耳にしていました。そういうこともあって農業の自動化に向けて2008年にアイナックシステムを導入しました。農業の人手不足、後継者不足、耕作放棄地の増加、あと TPP による価格競争が農業に関わる課題だと思っております。いちごに関しても同じ問題がありまして、特に収穫量が多い4月になりますと、寝る時間を削りながら収穫してお金にするためにはやっぱりパッケージもきれいにして市場に持ち込むということが行われています。いちご収穫ロボット、ロボットの特徴は特許取得義務の木を短く切断して収納できる収穫ハンドを搭載していることです。それと AI によるいちごの色づきの判断を使うことで振り分けた収穫判断ができます。なお低価格帯での導入が可能になったというのは大きな特徴です。我が社の競合優位性につきましては、すでにファクトリーオートメーションの技術を有しているということになります。特許に関してましては、いちごの茎を短く切断して収納する収穫ハンド、それともう一つは農場内を低コストで動き回ることができる搬送装置という特許を有しております。製品の販売戦略につきましては、まず法人ですとか、大規模な農場さんになります。規模を拡大されていくに伴ってロボットをご購入いただければと思います。でその中で例えば先行して法人さんでロボットを使っていただいて代理店等になっていただければと思っています。ロボットの将来の展望ですけれども、実はロボットというのはイチゴだけではなくて他の作物のターゲットとしたプラットフォームを持ったデザインとしておりますので、いちごから他の作物の応用を進めてまいります。次にですね、海外展開につきましては特に韓国、中国、ご予約をいただいております。ファンリードの投資家の皆様へ、私どもは本当に農家さんに寄り添ったロボット作りというのを目指していきたいと思います。私の取り組みがだんだんやっぱり社会に認められてきますと、農業って楽しい仕事なんだな、子供にも継がせたいなと思うような世界を築けていければいいかなと思いますので、皆様の応援をいただければありがたいなと思っています。ぜひよろしくお願いします。